これは無精子症といいまして、精液に精子がない状態です。精子がない。精子がありません。子供を持つのってどんな感じ？あ、ゆかりさんに何か言われたんだ。りょうたくんは個性がありますから、このくらいの年齢だと個性があるだけで仲間外れにされちゃったりするんです。パーティーやってもっといじめられることないでしょっつ。また楽観的な。おめでとうおめでとうって言ってるうちにみんな仲良くなってハッピーハッピー